新産業革命というふうに呼んでいて、クロード 3.5 ソネットというのが性能で GPT-4o を超えていると、36,000円ですか。これが無料っていうのはなかなかすごいですね。早くて安いということで、最高です。どうする OpenAI。はい。ということで、今日の動画なんですけども、今日は直近の AI ニュースをまとめて紹介していこうと思います。先週 AI ニュースをお休みしていたので、今回は2週分お届けするので、ぜひ楽しみにしてください。ということで、早速やっていきましょう。はい。まず一つ目。クロードが AI モデル、クロード 3.5 ソネットと新機能アーティファクトを発表しました。はい。アンスロピックが6月21日新しい AI モデル、クロード 3.5 ソネットを発表しました。このクロード 3.5 ソネットというのが性能で GPT-4o を超えていると話題になっています。ベンチマークテストでも最高スコアを更新して、実際に使ってみた印象でもかなり文章生成の精度も高いし、正確な回答が返ってくるなという印象があります。今までの最上位モデルですね、クロード3オーパスの2倍高速に動作して、複雑なタスクを効率的に実行することができます。さらに API の料金ですね、クロード3オーパスの5分の1ということで、早くて安いということで、最高です。はい。しかも、クロード 3.5 ソネット無料ユーザーでも使うことができるんでね。これもすごいところですね。で、アンスロピックはこのモデルの発表と同時に新機能、アーティファクトというのも発表しました。で、アーティファクトは、クロードにコードとかテキスト、ウェブサイトのデザインとかをお願いすると、生成したものをチャットとは別の画面で表示する機能ですね。はい。なんで、チャットとは別で生成されたものを確認できるので、めちゃめちゃ使いやすくて画期的です。はい。このアーティファクト機能も無料で使うことができます。アンスロピックはクロードを単なる会話型 AI から共同作業環境に進化させることっていうのを目指していて、将来的にはチームとか、あとは組織全体で知識とかドキュメントを進行中の作業を一元管理できるようにする予定とのことですね。ちょっとチャット GPT とは目指すところが違うという感じで。さらに、今回クロード 3.5 ソネットっていうのが発表されたんですけど、これって真ん中のモデルなんですね。その上と下にはハイクとオーパスがあるんですけども、そのクロード 3.5 ハイクとクロード 3.5 オーパスですね。それも年内にリリースする予定で、あとはユーザーの好みとか対話履歴を記憶するメモリー機能みたいなところの開発も進めている感じですね。まあ今まではね、その機能面とかでチャット GPT に負けている部分っていうのがかなりあったんですけども、まあそういうのにね、追いついてくるという感じですね。まあ、どうする OpenAI。続いて、同じくクロードから新機能プロジェクトが発表されました。アンスロピックは6月25日、クロードの有料プラン向けに新機能プロジェクトですね。これを発表しました。まあ、ざっくり言うとですね、このプロジェクト機能何かっていうとですね、チャット GPT の GPT 図みたいな機能ですね。はい。まあ、これ自体も、さっきね、言ったアーティファクトにも対応していて、テキストとかコードとか画像生成したコンテンツを別のウィンドウでプレビューすることもできます。で、チームプランのユーザーだと、プロジェクトの履歴をメンバー同士で共有することができるので、まあ、チームでね、同じように、こう、履歴を共有できて非常に効率よく作業することができるようになるという感じですね。はい。まあ、今後は様々なアプリケーションとかツールとの連携っていうのを強化していって、プロジェクトに取り組めるような、まあ、ナレッジとかね、そういうものの種類を増やしていく予定とのことです。で、GPT 図みたいなものだって言ったんですけど、じゃあ GPT 図との違い何なんていう話なんですけど、GPT 図との違いはですね、クロードの方がかなりシンプルにできています。まあ、悪く言えば機能が少ないという言い方はできるんですけど、なので、外部サービスとかね、そういうものと連携させたりとか、まあ、API 使いたいよとか、複雑なことをやらせたいんだったら、今は GPT 図一択かなと思います。ただ、普通にね、こう、チャットするぐらいだったら、クロードの方が使いやすいのかなという感じですね。はい、もちろん、このプロジェクト機能で、クロード 3.5 ソネットも使うことができるので、ぜひ興味があればお試しください。ちなみに、無料ユーザー使えないので、有料ユーザー限定とはなるんですけども、非常に良い機能ですね。はい。続いて、OpenAI が ChatGPT の Mac 版デスクトップアプリをリリースしました。OpenAI が6月26日ですね、ChatGPT の MacOS 版のデスクトップアプリを全ユーザーに提供開始しました。はい。OpenAI の公式サイトから無料でダウンロードすることができます。MacOS 版のデスクトップアプリなんですけど、5月に ChatGPT の GPT-4o ですね。これと一緒に発表されていたんですけども、有料プランに入っている人しか利用することができませんでした。僕はね、利用したことあります。はい、もともと有料プランだったのね。で、このアプリの特徴は GPT-4o を搭載しているので、テキストだけじゃなくてね、画像の内容を質問したりとか、音声でやり取りしたりすることができるということです。まあ、他のアプリを使っている時でもね、チャット GPT アプリが起動していると、まあ、オプションプラススペースですね。Mac なんで。はい、このキーで呼び出すことができます。他にも直接スクショを撮影して、その内容について質問したりすることもできるので、なんでプログラミング中にエラーメッセージとかね、そういうものが出たら、それをスクショして、まあ、チャット GPT に質問するみたいな使い方ができます。実際これ自体はね、今までもできたんですよ。今までもスクショ取って、それをチャット GPT に上げてっていう
質問するっていうことはできたんですけど、実際に使うとですね、そのスクショを取ってやり取りするときはね、かなり便利そうですね。簡単にスクショ取れるんで、なんかわざわざこうアップロード、ファイルを選択してアップロードするみたいな手間もなかったりするので、その辺は便利だなと思いますね。まあただ普通のチャットだけで言うと、そこまで今までと変わらないかなと思います。まあすぐにね、ショートカットキーで呼び出せるは呼び出せるんですけど、まあ大抵こうブラウザにすでにチャット GPT のアプリが立ち上がっていたりすると思うので、なんでそこに放り込むのとそんなにチャットだけで言えば変わらないかなっていう印象です。はい。このデスクトップアプリ無料で利用できるんですけども、添付するファイルなど、チャットで使う容量が大きくなると利用制限かかる場合があるので、もっとね、たくさん利用したいという場合は、有料プランに入った方が良いです。はい。続いて、OpenAI ChatGPT の高機能な音声モードのリリースを延期です。はい。非常に残念ですね。OpenAI が ChatGPT の高機能な音声モードのリリースを延期することを発表しました。まあ、全俺が待っていただけに、もう本当に残念ですね。GPT-4o 最大の強みと言われている音声モードがなかなかリリースされません。どうなっているんでしょうか。はい。まあ、当初は6月下旬に ChatGPT プラスユーザー向けにリリースする予定だったんですけども、さらにね、機能とかそういうものを改善するために1ヶ月延期になっています。まあ、具体的な改善点としては、コンテンツの内容が不適切でないかチェックする機能とか、あとは数百万ユーザーにリアルタイムで応答できるようにするためのインフラの拡張とかね、その辺っていうのが挙げられています。この高性能な音声モードは、春のアップデートで紹介された機能ですね。AI が人間の感情とかジェスチャーを理解して、より自然な対話ができるようになるものとしてかなり期待をされていました。はい。OpenAI は秋までにね、この機能すべてのチャット GPT プラスユーザーが利用できるようにすることを目指しているんですが、厳しい安全性とかね、信頼性の基準をクリアすることを条件にしているから、まあ実際どうなるかなっていう感じですね。まあ OpenAI はね、動画生成 AI ソラのリリースも結構延期していますし、音声に関しても延期していたりするので、まあどうなるかなという感じですね。はい。続いて、ランウェイが動画生成 AI ジェン3アルファを発表しました。6月17日、ランウェイは動画生成 AI、ジェン3アルファですね。これを発表しました。まあ、ジェン3アルファに関して、まあ、大きく動いて身振り手振りをするような表情豊かなキャラクターの動画を生成することが得意ということですね。今までにもランウェイジェン2っていうのがあったんですけど、これと比べると滑らかで一貫性のある動きの動画を制作できるようになっています。で、生成できる動画の長さは最長10秒ですね。で、生成するのにかかる時間は90秒ぐらいということで、まあ動画の長さ10秒ぐらいなんでね、今までは3秒とか4秒ぐらいのが多かったんですけど、最近は1分ぐらいね、生成できるやつも増えてきていたので、まあそういうものと比べるとちょっと物足りない感じはありますね。はい。まあ正式なリリース日未定ということなんですけども、一応ね、案内としては数日以内に公開されるみたいな発表があったんですけども、なんかそれから1週間ぐらい経っても公開されていないので、これどうなってるんだろうなっていうふうに思っています。ランウェイジェン3自体はね、公開されたら試したいなと思っているんですが、僕の方では公開というか使えるようにはなっていないので、まあ、もしね、人によっては使えるよっていう人もいるかもしれないので、使えるようになってる方いたらコメント欄で教えてください。続いて、画像生成 AI ステーブルディフュージョン3ミディアムが公開されました。6月12日、スタビティ AI が画像生成 AI ステーブルディフュージョン3ミディアムですね。これをリリースしました。ステーブルディフュージョン3ミディアム、画像生成 AI ステーブルディフュージョン3シリーズの20億パラメーターのモデルとなっています。ちなみに、ステーブルディフュージョン XL1.0 というのが今までもあったんですけど、これ35億パラメーターということで、まあ、サイズが小さい感じですね。サイズが小さいので、個人向けのシステムとか企業向けの GPU とかで動作させることができるという感じですね。まあ、長くて複雑なプロンプトから、高品質な画像を生成することができるのが特徴となっています。まあ、ディフュージョントランスフォーマーアーキテクチャという技術を使うことで、スペルとか、まあ、文字組みのミスが少なくなって、画像の中にテキストをきれいに書くことができます。横文字ばっかりで疲れますね。はい。ステーブルディフュージョン3ミディアム、研究とか個人の趣味での利用を目的としたオープンソースのライセンスで公開されているので、なんで商用利用でなければ無料で使うことができます。スタビティ AI、今後ユーザーからのフィードバック参考にして、機能の追加と改善を継続的に行って、プロのクリエイターから趣味で楽しむ人まで AI でアート制作する人に欠かせないツールになることを目指しているとのことですね。はい。まあ皆さんね、AI ブームになって画像生成する人も増えたと思いますけども、まあステーブルディフュージョンもまだまだ進化していますよということです。続いて、はい。解説動画 AI ノーラングに新機能として読み上げ修正機能とスライドの追加削除機能というのが追加されました。ノーラングはウェブサイトとかね、あとは PDF の内容を解説する動画を約3秒で生成できるサービスですね。ウェブショック TV で過去に紹介したこともあります。で、今回追加された機能は、生成された解説動画の解説の読み上げ方とかスライドの修正ができるっていうものですね。なんで編集機能ついたっていうイメージですね。編集画面で読み方の修正ボタンを押すと、単語の読み方を変更することができたりとか、あとはスライドの一覧からスライドを追加したり削除したりすることができるということで。まあ、編集機能今までなかったんでね、生成された動画そのまま使うぐらいしかできなかったんですけど、今回編集機能が実装されたことでかなり使いやすくなったんじゃないかなと思います。
あと他のアップデートとして AI モデルが Cloud 3.5 ソネットを搭載するようになって、デザイン面ではライトモードが使えるようになったりと、いろいろとアップデートされています。7月上旬にも大幅なアップデートがあるということなんでね、まあ、どんなアップデートがあるのか楽しみに待ちたいですね。はい、続いて、マイクロソフトがリコール機能の搭載を見送りました。マイクロソフトが6月13日、コーパイロットプラス PC の新機能リコールについて、発売時点での搭載を見送ると発表しました。リコール機能何かっていうとですね、数秒ごとにスクリーンショットを記録して、Windows PC 上の全ての操作を追跡するという機能ですね。何やらすごそうな機能で、まあ実際めちゃめちゃ注目されていたんですけど、それが見送りになったということで非常に残念なニュースになっています。AI 活用して、作業とか以前に開いたアプリ、ウェブサイトなどを簡単に検索できるようにするもので、まあ、Copilot Plus PC の注目の機能としてね、5月に発表されていました。で、この機能についてですね、まあ、セキュリティの専門家から安全性に問題があるよねという指摘が上がったという感じですね。で、どんな問題かっていうとですね、Windows 11がロックされた状態だとデフォルトだとドライブを暗号化するんですけど、ロックが解除されているとユーザーがアクセスすることができるから、なんでリコールが保存するそのスクショとか過去の操作履歴を簡単に確認することができてしまうのが問題とのことですね。まあ、他にもリコールだとどんなデータでも区別せずに保存していくので、まあ、機密情報とか個人情報とかそういうものが意図されずに保存されてしまうのも問題だっていう感じですね。はい、まあ、こういう指摘に対してマイクロソフトがリコールの仕様を変更してセットアップするときに有効無効を選べるようにすると発表していたんですが、まあ、それだけではなかなかリリースすることはできないだろうということで、18日に発売のコーパイロットプラス PC からはリコール機能を搭載しないっていう感じになっています。まあ、正直ね、本当にね、かなり残念な発表ですね。一番の目玉機能というか、まあ、なんだったら今までとはね、全然違う体験ができるので、誰もやったことないパソコンの体験ができるのかななんて思っていたんですけども、まあ、っていうか、なんだったらこれ目的に買った人も多そうで、僕も一瞬ね、あ、なんかそんなんできるんだったら一瞬買ってみようかなと思ったんですけど、まあ、使えなくなったということで、まあ、やめといてよかったって言ってしまえば、まあ、そうですね。ただ、その代わりに、Windows Insider プログラムっていう、開発途中の機能を試すことができるプログラムを通して、プレビュー版として公開してフィードバックを求めるようになるらしいので、まあ一応、そのリコール機能自体がずっと使えないとかそういうものではないらしいんですけども、まあでもこのプレビュー版に関しても提供時期不明なので、なのでその辺も注意したいですね。はい、続いてソフトバンクが AI 検索エンジンパープレキシと提携を発表しました。はい、この提携によってソフトバンク、ワイモバイル、あと LINE もですね、この辺のユーザーがパープレキシの有料プラン、パープレキシプロを1年間無料で利用することができます。有料プランのパープレキシティプロって月額2950円で GPT-4 とか、まあ、ラマ3とかクロード3とかね、まあそういう最新の AI を選んで使うことができるんですけども、まあ月額2950円、約3000円ですからね、まあ1年間にすると3万6000円ですから、これが無料っていうのはなかなかすごいですね。はい、パープレキシティに質問すると、ウェブ検索の結果をもとに AI が精度の高い回答をしてくれるっていうサービスですね。はい、なんでチャット GPT とか、まあジェミニとかクロードとかありますけど、ああいうものって基本的にはまあ、対話型 AI というか、まあ、AI チャットサービスなんですけど、こっちのパープレキシティは AI チャットサービスというよりも検索エンジンとして作られているという側面がかなり大きいです。はい、なんでね、回答のソースとかも合わせて表示してくれるので、正確性の高い回答を得られたりとか、ファクトチェックっていうのがすぐにすることができるというのが特徴ですね。で、ソフトバンクは今回の提携によってパープレキシティを無料で体験してもらうことで AI に対する理解を深めてもらうっていうことを目的にしています。で、一方、パープレキシティ側は、日本市場はね、高い収益性が見込めるということで、まあ、課金ユーザーが多くて新しい技術導入の実績が高いってことを提携の理由にしている感じですね。はい、まあ、パープレキシティプロの利用申し込みは6月19日から開始されているので、ソフトバンク、ワイモバイル、ライモのユーザーで利用したい人はぜひ忘れずに申し込んでください。はい、続いてソフトバンクグループの総会で、ASI の開発を孫正義さんが宣言しました。はい、ASI ですね。人工超知能という、まあ人間よりもはるかに知的な AI の進化系を実現させることを方針とするという発表をしたという感じですね。はい、で、孫さんはね、ASI は10年後には実現できるっていうふうに予測していて、これまでの事業は ASI を実現するための準備段階で、まあ ASI を活用して人類を進化させることがソフトバンクの使命だというふうに発言しています。まあ ASI を実現させるためにはね、最先端の半導体が必要不可欠で、グループの傘下にいるイギリスの半導体設計大手の Arm っていうところがあるんですけど、まあそこの成長させることに全力を尽くすとのことです。はい、まあ孫さんね、今月、こう、時価総額世界一になった NVIDIA について、2016年に買収を検討したけど実現しなかったっていう経緯に触れていて、まあ、もし神様がもう一度チャンスをくれて、アームか NVIDIA 1社しか買えないとなっても1秒も迷わずにアームを買うというふうに発言していて、まあ、このね、NVIDIA ではなくてアームの方の重要性っていうのを改めて強調しています。まあ、今後はソフトバンクグループとか協業先と資金だけ出し合って、世界中にデータセンターを建設していく予定とのことですね。まあ、この辺のソフトバンクの動きもね、まあ、国内はね、やっぱり世界から比べるとその AI とかが遅れていると言われているので、まあ、ソフトバンクがどれぐらい頑張ってくれるのかっていうのは結構ね、今後の日本の、まあ、AI の発展に大きく影響してくれるんじゃないかなとは思います。はい、続いて、イライザが
GPT-4 の性能を超える日本語特化 AI モデルを開発したという発表をしました。はい。で、エライズっていうのは、2018年に東京大学の松尾豊教授の研究室から発足したスタートアップ企業ですね。で、今回開発された言語モデル、パラメータ数が700億と20億の2種類があります。で、700億パラメータのモデルは、メタのラマ3 70B ですね。700億パラメータのものをベースにしていて、日本語で追加学習をして、まあ、日本語に強くしたものという感じですね。はい。なんで、ベースのね、ラマ3のモデルから日本語の性能っていうのが大幅に向上しているというのが特徴です。まあ、日本語対象にしたベンチマークテストで比較すると GPT-4 とか、あとクロード3ソネットですね。その辺を上回ったということです。で、80億パラメータのモデルに関しては日本語の性能を評価したら GPT-3.5 ターボとか、あとはクロード3ハイクとかね、それに匹敵するスコアでしたという発表です。まあ、700億パラメータのモデルに関してチャット形式試せるデモサイトとかでね、公開されているんで実際に触ってみることができます。で、イライドに関しては今後ね、海外の企業と差別化するために日本の法律とか、まあ、確定申告に対応できる特化型大規模言語モデルの開発を検討しているとのことで。で、その他代表という方がいるんですけども、今後の AI 事業の競争は大規模言語モデルそのものというよりもそれを活用したアプリ開発に移行するというふうに予測していて、はい、イライザは大規模言語モデルを社会に実装することに力を入れているとのことでした。はい。続いて、魚 AI が創業1年で時価総額1800億円に到達しました。まあ、東京に拠点を持つ AI 開発スタートアップ、魚 AI なんですけども、元 Google 研究者のディオン・ジョーンズさんとデイビッド・ハーさんによって設立されました。で、この魚 AI がアメリカのベンチャーキャピタルなどから約200億円の資金調達を受けることが分かりまして、で、この資金調達を実施すると、現在のね、資本と合わせて時価総額が1800億円になるということで、まあ、評価額10億ドル以上の非公開スタートアップ企業がユニコーン企業というふうに呼ばれているんですけども、創業1年以内にユニコーン企業になるのは国内では最速ということですね。すごいですね。創業1年で1800億円。はい。で、魚 AI は去年の7月に東京で創業した会社ですでに開発された AI モデルを掛け合わせて、まあ、高性能の AI モデルを作り出す進化的マージモデルマージですね。まあ、こういうものが一時期ちょっと話題になったんですけども、まあ、それが注目されていまして。で、この技術によって複数の AI のいいとこ取りをして高性能な AI モデルを短期間で開発することができると。はい、まあ、それが注目されているってことですね。で、AI の開発拠点がアメリカと中国に集中している中で、魚 AI のデイビッド・ハーさんは日本で中立的な立場を活かして技術開発で重要な役割を担うべきだというふうに主張しています。魚 AI は OpenAI とか Google を超える潜在能力があるというふうに評価されていて、日本初のユニコーン企業として生成 AI の世界をリードする存在になることが期待されているという感じですね。まあ、これは今後どうなっていくのかっていうのは楽しみですね。なんせ創業1年でここまで来てますからね。はい、続いて NVIDIA の時価総額が世界1位になりました。NVIDIA、1993年に設立した会社で、初めはゲーム用に GPU とかね、そういうものを開発していたんですけども、2010年代に GPU の並列処理を行うと AI の性能を上げられると分かってから AI 半導体市場に参入して急成長しました。現在は AI 半導体市場の8割のシェアがあって、次世代の GPU の開発も積極的に進めています。GPU 以外にも AI 開発ソフト、CUDA ですね。これも提供していて、生成 AI 開発ではエッコのソフトが使われています。AI 動かすときも進化するんでね、CUDA っていう、その単語に見覚えもある人ももしかしたらいるかもしれませんね。はい。で、10年前はスマートフォンが普及し始めて、その GAFA が IT 業界をリードしていたんですけども、現在は AI が出てきたことによって AI 業界の流れが変わってきています。まあ、NVIDIA の CEO は AI ブームを新産業革命というふうに呼んでいて、生成 AI が現代のネットのサービスの勢力を変えるというふうにも発言しています。投資のお金も AI 関連企業に流れていて、時価総額ランキングは NVIDIA と Microsoft が GAFA を抜いています。で、NVIDIA に関してね、今後の課題は、独禁法違反の疑いによって規制される可能性があるので、まあ、これを何とかしなきゃいけないということらしいですね。大変ですね。はい。まあ、アメリカの司法省は、NVIDIA が GPU とソフトをセットで販売していることが競争を妨げているのではないかというふうに調査しているという感じです。NVIDIA が今後さらに成長し続けるためには、独占状態だと見られないように規制に対応していく必要があるということで。まあ、これも注目ですね。AI と GPU は切っても切り離せないので。まあ、その GPU 市場を、まあ、ほぼ独占している NVIDIA は今後どうなっていくのかということです。はい、続いて、アメリカの三大レコード会社が音楽生成 AI スノーとユーディオを提訴しました。6月24日、アメリカの三大音楽レーベル、ソニー、ユニバーサル、ワーナーが AI 音楽生成サービススノーとユーディオを著作権侵害で提訴しました。スノーとユーディオに関して AI で、まあ、音楽を作れるサービスですね。まあ、実際に使ってみたんですけども、 AI で生成されたかわからないような高品質な音楽が一瞬でできてしまうということで、 SNS でも非常に話題になっています。まあ、ウェルショック TV でもね、取り上げたことがあるんですけども。
はい。で、この3大レベルはこれらのサービスが自分たちの楽曲を無断で学習して、その特徴を真似た音楽を生成しているというふうに主張しています。で、3大レベル、スノーとね、ユーディオに関して、著作権侵害の認定と今後同じようなことを二度と行わないように求めるだけじゃなくて、1曲あたり最大15万ドル、日本円で2391万円という高額な損害賠償も請求しています。震えますね。はい。一方で、スノーとユーディオは自分たちの AI を問題ない範囲で楽曲を学習していて、著作権は侵害していないというふうに反論をしています。まあ、ちなみにメタとかスタビリティ AI とかね、他の企業も音楽生成 AI 発表しているんですけども、今回は訴訟の対象外となっています。はい。まあ、これはメタとかね、スタビリティ AI とか、そういう企業がすでに音楽業界とライセンス契約結んでいたりとか、まあ、著作権侵害を、まあ、そういう疑われるようなことを回避できるような AI の学習方法を採用している可能性があるからだというふうに考えられています。はい。まあ、今回の訴訟、 AI 技術を積極的に活用したいと考えている音楽業界がね、アーティストの権利を守るために AI による楽曲の無断使用をどこまで認めるのかっていうのを決めるために重要なものになりそうなんで、まあ、これがね、どういう判決になるのかっていうのは注目していきたいですね。はい。ということで、ちょっと今週は長かったんですが、AI ニュースこの辺にしておきましょう。今後も最新 AI についてどんどん解説していこうと思うので、よかったらチャンネル登録してください。あと、2024年8月2日に生成 AI の書籍を出版することになりました。ありがとうございます。チャット GPT コパイロットの許可証という本を出版させていただくので、良ければ予約していただければと思います。 Amazon、楽天などで予約することができます。生成 AI についてイラスト多めで楽しく学べる本になっているので、これから生成 AI を勉強したい方も、すでに AI 使っている方も勉強になると思うので、よかったら買ってください。はい。あと、無料で参加できる AI の最新情報を学べるコミュニティ、AI ラボをやっています。メンバー同士で AI の最新情報を共有したり、質問を相談したり、交流などができるコミュニティです。スラックでやっていて、誰でも気軽に参加できるので、興味があったら概要欄のリンクから参加してください。ということで、今日の動画はこれで終わりにしましょう。では、ありがとうございました。まあ、自分に嘘を使わないっていう話で、その前日に話してて、その話、もう一回改めてしとこうかなって思った話で。やっぱり、全部のことって、最初から最後まで繋がっているものだと思っているので、だから、その途中で矛盾を起こさないっていうのはすごく大事なことなので、なんかそれを意識してほしいなと思います。まあ、整合性というか。要するに、じゃあ自分が何でもいいんですけど、まあ、ブログでも、YouTube でも、ウェブライターでも、何でもいい、副業でも、まあ、本業でもそれこそいいんですけど、例えば、じゃあ、月に100万円稼げる人になりたい。月100万円あったら何しますか？何でもできますよ。年間1200万円。まあ、これだけの収入があれば、おそらくね、今抱えてる悩みってほとんどが解決すると思うんですよ。なんか、例えば会社に行くの嫌だなっていう人も、まあ、自分でね、そんだけ稼げれば当然会社行かなくたって余裕で暮らしていけるわけで、なんか欲しいものがあったって別に、ね、よっぽど高いもの。もう車とか時計みたいな。よっぽど何百万とかするようなもんじゃなかったらいつだって買えるし、欲しいもの手に入ると思うんですけど、じゃあ、月100万、年収1200万円を手に入れるためにどうするのかっていうと、まあいろんなことをするわけですけど、副業をやったりとかね。でも、何をするにしても、やっぱり絶対に外せない大前提っていうのは、その1200万円分、まあ要は月に100万円稼げるような仕事をしなきゃいけないっていうことですね。これは何でもそうで、ブログで稼ごうと思ったらそんだけ、ブログでそれだけの仕事をしなきゃいけないし、YouTube で稼ごうと思ったら YouTube でそんなにしないといけない。本業なんだったら本業でそれだけ稼ぐための仕事をしなきゃいけないんですけど、じゃあその目標を掲げている今、そういう、仕事の仕方ができてるとか、そういうなんか生活を送れているか、そういう立ち居振る舞いができてるかっていうと、そうじゃない人が多いと。多分、今の自分の月収に見合っただけのものしかできてない人が多いと思うんですよ。まあその月収がいくらかわかんないですけど、例えば20万なのか30万なのか。まあわかりやすくじゃあ30万円すると。多分30万円を稼ぐっていう立ち振る舞いしかできてないので、だから結局自分は目標として100万円掲げてるけど、やっぱりそれは今のままだと達成できないってなってしまう。まあそれは100万円を稼ぎたい、月に100万円稼ぎたいって思っているけど、こっちの実際の、やってることっていうのがそれに伴っていないからですね。やっぱりこういうのってすごい自己矛盾だと思うので、そういう自己矛盾っていうのはなるべくなくしていく方がいい。で、普段はそんなことって考えないし、まあ無意識の領域じゃないですか。それはそれで良くないんですよ。
だって意識してないけど、結局目標に対して今やってることっていうのが見合ってないんで、結局目標を掲げていてもそこを達成できないってなっちゃう。ただこれを意識したら意識したでまた新たな問題が出てきてですね、今度は自己肯定感下がるっていうことになるわけです。まあ要は自分は月に100万円稼ぎたいとかって言ってるけど、やってることは全然それに伴ってないよね。自分が嫌だみたいな。頑張りたいのに頑張れない。口だけの自分が嫌だみたいになってしまって自己肯定感が下がる。で、自己肯定感下がるとどうなるかっていうと、大抵の場合ですね、モチベーションがそれで下がるんです。自己肯定感下がるから、まあやる気がなくなってしまって、もうそれ自体が続けられなくなると。まあ当然継続できなくなったら、そんなの目標なんて達成できるわけじゃないから目標達成できないみたいな。もうこれです。ほとんどのパターンが。こういう感じでぐるぐる下に降りていく。でもビジネスってそうじゃなくて、まあ自分でね、副業でもそうなんですけど、まあ副業なんかあんまりこうビジネスって考えてない人もいるかもしれないですけど、やっぱり副業もビジネスなんで立派な。ビジネスって、なんかこう、いろいろ行動していろんなものを巻き込んでぐる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 回しながらね、こうやって下に降りていくもんじゃなくて、やっぱりぐるぐるいろんなものを巻き込みながら、その渦みたいなのを大きくしながら、こうやって上に登っていかなきゃいけないわけですよ。だからそれが反対に行っちゃってる人が多いんで。そうなってくると、結局この渦は最終的に消えてしまって、まあ何も残らないってなってしまうので。だからちゃんとそうならないように自分をコントロールしないといけない。で、普通サラリーマンだったら、こういうのって人が言ってくれるわけですよ。まあ要は、お前そのやり方じゃダメだとって怒ってくれたりする、指摘してくれたり怒ってくれたりするんだけど、自分の副業とかさ、そういうものって結局自分で何とかしないとダメじゃないですか。まあ本業で例えば月100万円稼ぎたいって言っても、別にそれを教えてくれる人なんていないわけで。まあそれが当たり前の会社だったら、それがね、教えてくれる人はいるかもしれないけど、普通の会社でそんなにもらえないからさ。だから、それを教えてくれる人はいないから、結局これを自分でやんなきゃいけない。なので、ちゃんと自分のね、今の現在地、まあ、例えば月に100万円稼ぎたいとかっていう目標があるんだったら、その現在地が今どこなのか、自分の収入どのぐらいでどんなことをやってるのか、で、それがちゃんとこの自分の目標に対して見合うものなのか、月に100万円を稼ぐっていうことに見合うものなのかっていうのは、もう一度、まあ、今のタイミングで見直してもいいのかなと思います。だから、例えば月に100万円ブログで稼ぎたいですって言ってるけど、やってることは例えば毎日ブログを1時間とか、まあ2時間でもいいんですけど、そのぐらいやってるだけみたいな。これってさ、やっぱ明らかにさ、合わないと思わないですか？その、やってることと目標っていうところが。もう全く釣り合ってない。だって、普通の人だったら、平日5日間、月曜日から金曜日まで、少なくとも1日8時間。で、残業とかも入れたら全然10時間とか働いてる人いるわけじゃないですか。ってことは、土日出勤なしとして考えると5日間で10時間なんで、週に50時間ですよ。週に50時間働いて、月収まあ20万とか30万。まあこういう人って全然多いと思うんですけど、これが例えばブログになったら、1日1、2時間。多くて2時間だとしましょう。じゃあ1日2時間と、じゃあ平日5日間やったとして、まあ休む時もあると思うんでね。まあバラつきはあると思うんで、だいたいざっくり1日2時間を平日5日間やったら週に10時間じゃないですか。週に10時間だけで100万稼ごうとしてるんですよ。でも、自分の今の仕事は週に50時間やって30万なんですよ。要は働く時間が5分の1、作業時間5分の1になってるのに、月収3倍とかにしようと思ってる。これ結局、時間とお金のとこかけてやったらさ、難易度15倍ぐらい上がってる。まあ、そりゃほとんどの人はそううまくいかないわけですよ。難易度高すぎるから、普通に。だから、こういうなんか矛盾みたいなのを抱えてる人が多いので、なるべくその矛盾とかギャップみたいなのをなくしていくっていう作業をやっていくっていうのは意識してほしいですね。まあそれはやっぱ自分で考えていてもわからないんで、例えば今のもこう言われるとわかるけど、なかなかわかんないじゃないですか。だから、例えば、まあブログで月に100万円稼ぎたいとか思ってるなら、月に100万円稼いでる人って SNS とかにもいっぱいいるわけなんで。だからそういう人がどのぐらい作業してるのかっていうのを見る。そうすると、あ、明らかに自分少なすぎるなっていうのがわかるはずなんで。多分月に100万円稼いでる人って。インフルエンサーは別ですよ。まあインフルエンサーはお金の稼ぎ方が全然違うので、そういう人は参考にならないんですけど、多分純粋にブログとかアフィリエイトみたいなので、月に100万円稼いでる人って、もう生活のほとんど全部がそこの作業に使われてるはずなんです。もう要は土日も含めて、土日祝なんてないし、1日の作業時間なんてもう12時間とか13時間当たり前みたいな。それが365日ずっと続きますみたいな状態の人って結構いるんですけど、やっぱそれと比較した時に明らかに100万円稼ぎたいって思ってるけど、自分の作業時間1、2時間ってなったらもう少なすぎるじゃないですか。結局それでその人たちを超えていこうと思ったら、よっぽどの何かすごい実績を持ってる、肩書き持ってるとか、スキル持ってるとか、マーケティングめちゃめちゃうまい、ライティングめちゃめちゃうまいとかさ、もう自分の書いた文章を人が読んだらもうバッタバッタとその人が失神していきますみたいな。そんなレベルの文章を書けるんだったらさ、もうなぜか自分のブログを読んだ読者から涙が止まりません。
ってメールが届きまくるとかさ、そんなだったら別なんですけど、そんなの持ってないじゃないですか、誰も。僕だってそんなことできないですけど。だから、何かでバランスを取っていかなきゃいけないので、ちゃんと、ここのところの動線というか、道筋というか、最初の方に言った整合性みたいなところっていうのは本当に意識してやっていく方が、まあ、今後ね、絶対にうまくいく確率は上がると思うので。なんかあんまり、なんかそういうのって怖くなるから考えないんですよね。まともに考えると自分のやってることっていうのが多分これじゃうまくいかないなっていうのがもう分かっちゃうので。でもダメなんです。それはやっぱりちゃんとそれをまあ見つめ直してね、見直して把握して、その上でどうするのかっていうのを考えて、そこの目標に向かってやっていく。これ本当同じなんで。僕らもやってること同じなんで。YouTube チャンネルとかも、そうで、今のね、フリーだって。もともとこういう形になっていたわけじゃなくて、いろんな動画とかを出しながら、あ、これだったら全然うまくいかない。これだったらうまくいく。みたいなのを繰り返しながら、チャンネルの方向性とかもいろいろ考えながら、まあテーマとかそんなのも全部ひっくるめてね。で、今に至ってるわけなんで。だから、例えば、2020年の4月に YouTube チャンネルを始めたんですけど、その時に、まあ、まともにやったらですよ。まともに普通に考えたら、そんなに YouTube の動画の更新なんてできなかったんですよ。だって僕別にそれだけをやっていたわけではないので、他の仕事とかっていうのも全部いろいろある中で、その YouTube とかを始めてるんで。まあ、会社だってね、もう作って5年ぐらい経ってたし、その社員とかも雇っていたりしたので、だから、そういうところで、まあいろいろとある中で YouTube とか始めてるんですけど、じゃあ今の自分ができる YouTube の更新頻度はどのぐらいかって言ったら、まあ、他の仕事もあるからせいぜい週に1回、どんなに頑張っても週2かな、みたいな感じだったんですよ。当時のその業務量とかいろんなことを考えたら。自分にできることから考えたらですよ。じゃあ、まあ、仮に週1とかでもいいんですけど、まあ週1とかで、じゃあ YouTube をやって、それが今のこの状態になっていたかっていうと、これはね、もうまず間違いなくなっていないんですよ。間違いなくなっていない。まあ、そもそも週1回の更新でそんなに伸ばすっていうのも難しいし、週1の更新で何が問題があるかって言って、やっぱデータが溜まるまでがめっちゃ遅いんです。まあ、要は、こういう動画が伸びた、こういう動画が伸びなかったっていうデータがとにかく欲しいわけですよ。それがないと、その次どうしたらいいのかって考えられないから。でもこれが、例えば週7、1日、まあ、毎日更新すると週7で出せるわけなんですけど、週7なのか、週1なのかで、ね、7倍違うわけじゃないですか。データの溜まり方っていうのが純粋に。ってなったら改善もできないし、結局そのね、いろんな人に見つけてもらうチャンスっていうのも7分の1になるわけなんで。じゃあその分、週1にするから7倍クオリティを上げられるかってそんなこともないわけですよ。だってそもそも時間がそんなにないよねって言って7、週1の更新とかにするっていう話なんで。7本分の時間をかけてやるとかっていうこともできないから。だからどうしたかっていうと、まあうちは会社としてやってるんで、YouTube チャンネルを。だからある程度の事業規模にしないといけないから、まあだから登録者と10万人とかそういうのは少なくともいかないな。行かないといけないなと思っていたわけです。だから10万人を目指すために、じゃあもう最初は毎日更新。もうこんなの土台無理なことは分かっていたわけですよ。もうよっぽど無理だ。まあ、相当無理をしないともうできないっていうのは分かっていたけど、でもそれをしないと絶対に目標に到達しないと思ったからそうしたんです。だからもう必死のパッチ。YouTube チャンネル始めた時。なんか昨日もその話をしてたんだけど、うちの YouTube をやってくれてるスタッフと。もう本当にあれはあの時たまたまもうコロナとかで本当に緊急事態宣言とかで全部の予定っていうのが吹き飛んだんで、その家族でどっかに行く時間もそうだし、打ち合わせの時間もそうだし、飲み会とかも全部が本当に綺麗さっぱりなくなったんで、で、外にも出れないでしょ。そうすると、だから、その時間っていうのが、そういう YouTube とかをやる時間っていうのができたんで、それでもう無理やり週7で更新できた。結局そこから2年半ぐらい週7で更新し続けるんですけど。でもやっぱり、だからこそ今があると思うので、あれを、だから、まあ言ったら、まあ今副業とかうまくいかない人は、結局自分の使える時間がこのぐらいだからこのぐらいの時間を使おうみたいな感じなんです。目標とかマジで無視なんです。月に10万円稼げるようになりたいから、そのためにはこのぐらいしなきゃいけないよねっていうので、こう目標を立てていくとかじゃなくて、月に10万円稼ぎたいみたいな漠然とした目標あるけど、結局のところ自分が使える時間が1日30分とか1時間だからこれを積み上げてみたいな。でもその先に別にさ、これがあるわけじゃないじゃん。意味わかる。別にここに向かっていくために立てた目標でも何でもなくて、自分のできる限りのやつだから、別にこんな目標には全然さ到達しなくて、もっともっと目標よりも低いところを推移するぐらいにしかならないんですけど、でもそういうことやっちゃって、でも本人はそれがわからないから、すごい頑張ってやってる、自分のできる限りのことをやってるけど全然目標に届かない、なんでだろう。もうこれは当たり前なんです。これは当たり前、誰がやったってそうなる。なぜなら目標に対して考えたものではないから。ただの自分の今の生活、今の延長線上でできることを考えてるだけだから。今の延長線上なんで、それはさ、そんなに、まあ、今の、例えば、月収が80万とかあるんだったら、その延長線上に100万円っていうのはあるかもしれないけど、
そういうわけじゃないじゃないですか。例えば副業ゼロから100万とかを目指そうとしてるわけなんで、100万円とかそのまんまで月100万円程度伸ばさなきゃいけないってなった時に、今の延長線上にはそんなの何もないんですよ。だからちゃんと目標から逆算して何をしなきゃいけないかっていうのを考えて、それをやっていく。で、それをやるために考えなきゃいけないとか、整えなきゃいけない環境を整えたりとか、いろんな必要なことをやっていかなきゃいけないので、まず本当になんかそこの根本的なところっていうのをちゃんと考えるべきかなと思います。もう本当にみんな行き当たりばったりだし、なんかその行き当たりばったりが行き過ぎてればいいんですよ。まあ要はそんなね、例えば1日10時間でいいところをどんだけやったらいいか分かんないから、もう18時間やってますみたいな、18時間とか20時間やってますみたいな人たまにいたりするんですけど、だからそっちに振り切れるならいいんですよ。なんかどんだけやっていいか分かんないから、とにかくめちゃくちゃやった結果、もう普通よりもね、とんでもない作業量をこなしてましたみたいな感じだったら全然いいんですけど、でもほとんどの人がやっぱそうじゃなくて、本来やらなきゃいけない分の本当に10分の1みたいな作業量しかしてないことが多いから、作業量だけじゃないんですけど、単純に作業量だけを取ってます。で、本人はそれで結果出ないって悩んでる。まあそらそうだ、そりゃそうだだってそれはさっきも言ったけど、そのそういうそのぐらいの結果にしかならないものを積み上げているからですね。だから当然その延長線上にはその結果にしかならない。だから月に5000円とか1万円とか、まあそのぐらいはそういう感じで継続していても延長線上でいけるんですけど、それが10万になったりとか30万になったり100万になったりしない。なぜならその延長線上にはそれはないから。だからここのところをちゃんと丁寧に作っていく、考えていくってことをしなきゃいけないので、だから怖くてもちゃんと今の自分の現実を見た方がいい。だから自分がどのぐらい作業しているのかってあんまり計算とかしてない人いると思うんですよ、怖いからそれを見てしまうと自分がいかにやってないかみたいな、いかに結果出ないかみたいなのがまだまだと分かってしまうから、そういうの出したくない人いるんですけど、ちゃんと出さないとダメ。一日何時間やってるの、月に何時間やってるので、それがちゃんと目標に似合うようなものなのか、そのお金の使い方とか全部含めてですよ、そのことだけじゃなくて。例えば月に20時間とかさ、それで作業時間が出てきたら、月に20時間でその10万とか100万稼ぐみたいなのはやっぱ無理なわけで、じゃあその分を何かで補わなきゃいけない。それがだから何かお金を使うのか、誰かと一緒にやるのか、別にその方法はいろいろあるんですけど、でもとにかくあのノーキングを利用して自分一人でやってて、その延長線上にその目標達成できるかって言ったら、もう絶対にできないから、もうこれは絶対にできない。だからそれができるのはほんまにもうウルトラスーパー運がいラッキーマンみたいな、もう道を歩いてたら億万長者になるみたいな、そういう人がめっちゃすごい、もうオリンピックで金メダル取ったことありますとか、もうテレビとかバンバン露出してるような有名人か、あとはめちゃめちゃすごいとんでもないスキルを持っている、もう歌声を聞いたらさ、もうバンバン指針していくような素晴らしい歌を歌えるとか、なんかそういうのを持ってる人ぐらいなの。だからまあちゃんとね、なんか達成したい目標っていろいろあると思うので、まあそれはファイヤーなのかわかんないけど、ちゃんとそこに向かって自分が進めているのかっていうのと考えてほしいなと思います。多分他の人に話したらというか、客観的に見たら割と一目瞭然だと思うので。はい、ということで、まあ自分に嘘をつかないという話ですね。こんなにいっぱい話す気なかったんですけど、すげえいっぱい喋りました。日本人って個人で稼ぐ方法を推奨してないですね。推奨してないとは思わないけどね、ただよくわかんないからやめとけっていうだけじゃないですか。会社という組織があるんで、そこに優秀な人を入れるためには個人で稼がせると具合が悪いから、あんまりそういうのを推奨しないっていうのはあると思いますけどね。それはだって会社やってる側からしたら優秀な人にはずっと残ってほしいじゃないですか。でも優秀な人は独立して自分でやってお金稼げる。そういう人にバンバン辞められても会社回らなくなるからっていうのはまあなくはないよね、考え方として。具体的なロードマップ作る人はかなり少ないよね。まあそうですね、そうだね。なんか結局だからそれは趣味なんだと思う。そのビジネスとかじゃなくて趣味。だから趣味だったら別に何だっていいと思うんですよ。全然ね、目標に対して何が必要かなんて考えて、いろいろこう具体的にこうアクションとか考えながらやっていくとか別にしなくてよくて、なんか自分の使える時間だけやればいい。趣味なんで。でも趣味だから別に結果も出なくても何もないし、お金稼げなくてもしょうがないよねってなる。僕もテニスとかやってるけど、これ完全に趣味なんで。別にね、行く頻度は自分が行ける時に行くし、別にそれでお金稼ごうとも思わない。だからそれと全く同じ。でもみんなはそれですごいお金稼ごうとするわけじゃないですか。10万円とか100万円とか。テニスで10万とか100万稼ごうと思ったら、えぐいと。えぐいと。多分、マジで。もう、笑ってる暇もない。スムージー飲んでる暇もない。もう本当に、いや無理やな。今からじゃ、まず無理やな。なんかわかんないけど、テニスのボールとラケット使ってなんかすごい大道芸みたいな、一発芸できるような人になるしかない。もう試合に勝って多分そのお金稼ぐことは絶対できないから。今から頑張ったところで。まあだから自分がやろうとしてるのが趣味なのか、それともちゃんと結果を出していく目標を達成するためにやっていくビジネスなのかっていうので考えてもらったらいいと思います。だからね、でもこれがめっちゃ矛盾してる人がいるの。結局、掲げてる目標はすごい立派なビジネスみたいな目標を掲げてるのに、やってることはもうめっちゃ趣味。ただの趣味。言ったら日記、毎日
その自分だけが読む日記書いてますみたいな人が多い。そういう結果的にそういう風になっちゃってる人が多いんで。チャンネル登録よろしくお願いします。